ウェスタンステーツエンデュランスランはアメリカ・カリフォルニア州の山岳地帯の100マイルを走るトレイルレースのウルトラマラソン。一般にはウェスタンステーツ100として知られる。2014年よりウルトラトレイルワールドツアーに含まれている。1977年より開催され世界で最も古く最も権威のある100マイルトレイルレースと言われる。バーモント100マイルエンデュランスラン。 ザはサッチフロント100マイルエンデュランスラン、ザ・レデビルトレイル100と並び、米国ウルトラマラソン4大大,大会に数えられ、米国では最もよく知られた、ウルトラマラソントレイルレースである。上りで5500メートル、下りで7000メートルの標高差を、制限時間30時間以内で走る。毎年平均300人から400人ほどが、 スタートするが24時間以内で完走するのは15から30%ほどの参加者だけである。もともとはテビスカップという馬で走る100マイルレースであったが、1974年にゴーディ・エインズリーがレースを走ろうとしない馬を降りて、自らの足で走って24時間以内で完走したことがレースの起源となっている。2012年に ティモシー・オールソンが初めて15時間以内で走り、この時のタイムがコース記録となっている。米国では最もよく知られた過酷なトレイルレースであり、ベストセラー、ウルトラマラソンマン46時間ノンストップで 320km を走り抜いた男の記録、ディーン・カーナゼスにも著者が最初に挑戦したレースとして出てくる。また2012年には JB ・ベンナ監督により、 アンブレイカブルザウエスタンステーツ100としてドキュメンタリー映画が公開された。コースは平均的なハイカーのペースで約80時間かかる距離で参加者はこのコースを24時間以内で走破する。日本からの参加者としてはカブラキタケシ選手が2009年に2位に入っている。ありがとうございます。